いい加減に離れてくれないかな。絶対に嫌です。これってどういう状況？君さ、ほんと毎度飽きずに来るよね。とっとと自分のクラスに戻ったらどう？それはこっちのセリフです。ちょっと二人とも落ち着いて。ね、落ち着いてますよ。気まずい。トリマその腕を離せや一年坊。その呼び方やめてください。でも神崎ちゃん、掴む力。ちょっと弱めてほしいかな。あ、ごめんなさい。痛かったですか？全然平気だよ。まったく。桜のファンなのはいいとして、節度は守ってくれよな。あなたにやれる筋合いはないです。まだいいかこのガキ。まあ、会いに来てくれるのは全然いいから、喧嘩だけはしないように。ね。はい。ついさっき許可が下りたからって。行き過ぎだ神崎。なんで昼休みまで来てんだよ、少しは自重しろよ。私が何しようがあなたには関係ないでしょ。お前は部活の時にいくらでも会えるからいいだろうが、休み時間ぐらい二人で過ごさせろ。そっちこそ放課後にいくらでも会えるで。放課後デートは彼氏の特権だからな。うわ、急にその顔腹立つ。わかったらとっとと自分のクラスに帰ってお勉強でもしてな。お前はおとなしく俺と小テストの採取をしような。妻子も受けに来ずにどこほっつき歩いてんのかと思ったら、お前、こんなとこで何してんの？あの、太宰先生、これにはちょっとしたわけが。まさか単純に妻子の存在を忘れてたとかじゃないよな。さすがは先生生徒のことをよくわかってらっしゃる。これに懲りたら二度と忘れるなよ。承知いたしました。それにしても先生、なんで俺が屋上にいるってわかったんすか？俺が教えたんだよ。かいとか、本当に助かったよ役も。なんで教えちまったんだよ。もともとは品が悪いんだろ。正論攻撃は良くないと思います。ほら、とっとと採取しに行くぞ。そんな引きずらなくたって逃げないっすよ。まったく信用ならんけど。本当にただのアホですね。さてと、部活の片付けも終わったし、ぼちぼち帰ろっかな。春崎先輩、神崎ちゃん、どうしたの？その、先輩はなんであの人と付き合ってるんですか？伊藤くんのこと？先輩には、もっといい人がいるはずなのに。神崎ちゃんの知ってる伊藤くんって、どんな短所があると思う？短所。ですか。弱そうで頼りがいがなさそうで、いじっぱりで。あれ？思ったより出てこなかったんじゃない？はい。神崎ちゃんはまだ伊藤くんのことをよく知らない。いいところも悪いところも。ね。ごめんなさい。でも実際、神崎ちゃんのイメージも間違ってないよ。結構ズボラなところもあるし、やりすぎなこともよくある。いじっぱりな頑固者で、とっても弱くて世話の焼ける人。でもそれは、周りが見えなくなるぐらいとてもまっすぐな人の証。それに、弱いってことは、